豚ロース肉塩麹付け焼き出来上がりです。こんにちは、影さんです。本日も簡単美味しいレシピということでやっていきたいと思います。ほかほかのご飯が進むお肉料理を作りたいと思います。豚ロース肉を塩麹に漬け込んでから焼いていきます。豚ロース肉の塩麹付け焼きのご紹介です。調味料の中に含まれる酵素の作用でお肉は柔らかく仕上がりますし、同じく含まれる乳酸菌の作用で消化にも良く整腸作用もあるようです。それほど高価なお肉でなくても漬け込んで焼いてあげることによりしっとり柔らかく出来上がります。それでは早速作っていきましょう。豚ロース肉塩麹漬け焼き、材料説明です。豚ロース肉お好きな枚数、今日は2枚漬け込んでいきますが、1人1枚食べるとしてご家族の人数分ほど用意するといいと思います。お肉の目方としては1枚 100g から 140g ぐらいが適当かと思います。こちらで1枚 120g ちょっとぐらいあります。そして調味料として塩麹、お肉1枚に対して大さじ1杯ちょっとぐらい使用します。塩麹の方はメーカーによって多少塩分に違いがあると思います。いずれにせよ大さじ1杯ちょっとぐらいで大丈夫かと思います。うちの場合ですとお店で使っていますので、業務用的な大袋の塩麹を買ってきて、こんな感じにペットボトルに詰めて使っています。基本的には材料は豚ロース肉と塩麹だけ。お好みでニンニクのすりおろしを加えたり、胡椒を振ってもらってもいいと思いますが、今日はもうシンプルに塩麹だけで作っていきます。豚ロース肉の処理なのですが、焼いた時に身が反ったり縮んだりしないように、何箇所か筋を切っていきます。これはトンカツなんかを作る際にも同じことです。ここの赤身と白身のところを何箇所か切っていくわけです。こんな感じです。念を入れて裏の方からも2箇所ぐらい。そして軽くこんな風に少し叩いてあげてもいいでしょう。もう一枚もやってみます。ロース肉の赤身と白身の間をちょっと切ってあげます。こちらで下処理の出来上がりです。そしてこちらのロース肉、ボールなどを使っていただいてもいいのですが、今日はトレーが適当な大きさなのでこのまま使ってみようかと思います。塩麹を大さじ1杯、それぞれお肉の上にかけていきます。そして全体的に塗って味をなじませます。そしてこちらのお肉裏に返しまして、裏面にも同様塩麹をかけてこちらも塗り広げます。最初の表の面に大さじで1杯ずつの塩麹、そして返してまたちょっとかけているので大さじ1杯ちょっとぐらいの塩麹をかけていることになります。今日はこちら豚ロース肉ですが、肩ロース肉でも結構です。ロース肉ですと少ししっとりとした感じ、肩ロースだとしっかりとしたお味になるかと思います。そしてこの状態で半日から1日漬け込んでいきます。1回で食べきってしまうような場合はこのままラップなどを貼ってしまっていただけば結構です。そしてきっちり密閉して冷蔵庫でしまえば3日ぐらいは日持ちもしますので、そういった場合は1枚1枚ラップでくるんでください。もう翌日に家族でみんな焼いて食べますよなんて時はこんな感じに漬けたお肉を
重ねていっていただいて、タッパなどにしまってラップを貼っていただけばそれで十分です。1枚こっちの方はちょっとラップにくるんでみましょう。まな板や調理台の上にラップを引いていただいて、先ほどのロース肉を置いていきます。そして先ほどの容器の方に残っている塩麹、こちらも上からかけていただいて、慣らしてラップできっちりくるんでいきます。空気をなるべく抜くようにして、こんな感じにラップで巻けば冷蔵庫で3日ぐらいは保存が効きます。この状態で冷凍にもできます。冷凍にすればもちろんだいぶ日も持ちます。はい、それでは1日冷蔵庫で漬けました豚のロース肉がこちらです。こちらをフライパンで焼いていきたいと思います。それではフライパンの方に移動しました。フライパンに薄く油を引いていただいて、そうしましたらこちら軽く塩麹を拭った豚肉を乗せていきます。少し焦げやすいので火加減は弱火から中火ぐらいの感じで焼いていきます。まず蓋をして片面2分ちょっと焼いてみます。2分半上下を返していきます。さらに蓋をして2分蒸し焼きにします。この肉を返す頃にはフライパンもだいぶ熱くなっていきますので、火を弱火に落とします。さらに弱火で2分焼けました。いい色に焼けてると思います。それでは焼き上がりです。お皿に盛ってみましょう。何か適当にお皿にお野菜を盛っていただいて、先ほどのロース肉、豚ロース肉の塩麹漬け焼き出来上がりです。豚ロース肉塩麹漬け焼き出来上がりです。お箸で食べるときは切ってからお皿に盛り付けるといいです。いかがでしたでしょうか。豚ロース肉の塩麹漬け焼き、冷めてもそれほど硬くなりませんから、お弁当のおかずなどにもいいと思います。お米の麹に漬け込んで焼いていますから、同じお米が原料の純米酒なんかにも合うと思います。私も今動画で焼いたロース肉をつまみに、今晩は純米酒で晩酌をしようかなと思います。このチャンネルでは簡単おいしいお料理、おつまみレシピ、そして日本酒や本格焼酎についてお話ししています。皆様よろしかったらチャンネル登録およびコメント、そしてグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。それでは本日も美味しいで元気に、皆様良い一日を。